どうも、刺身です。森です。ルルです。では、前回に引き続き、マインクラフト、やってまいりましょうか。やってまいり行きましまょしう。ょ今回は、村人ゾンビ探すよ。い探いすよ。まで終わらんよ。終わんないんですか？ 終わらんよ。何時間でも終わらんよ、今日は。というわけで、朝のうちにね、ちょっとだけ準備します。はい。準備はでい。す。材料。どう？ポーションは、この前ね、なんだっけ、治癒のポーション、じゃあ、弱化のポーション作っめっちゃた綺の麗。で、これどう思う？この建物、ルンルン。でもめっちゃ綺麗ですよ。なんか清潔感こ溢れ、れて。何に見える？何？なんかこれ、なんか想像して作ったんですか、今。一応、よ何？くあるあれでも作りました。学校にあるやつを。学校にあるやつ。フラスコ？三角コンおお。フラスコ。そうなんですよ。正一解。応ね。おー。フなんかラでスも、コに見えるの若か。干疑問を覚えた。三角かこれみたいな。最初はね、でもなんかそういうのいい。もそれだったんだよね。なんかヒントで結構わかりましたね、すぐ。あ、そうかそうか。学校でね。じゃあ、モーリーさ、いいよ。リンゴ？リンゴ。リンゴリンゴとと金塊金。か。まあ、はい。あれ、そのだけど、まあ、金塊こっ金塊ちか。はあっちあっち。そっちの鉄の隣。おう。金塊だっけ？金ゴッドじゃなくて、ナゲットの方。違いますね。ナゲットですあ、ね。ナゲットの方ナか。ゲットです。全然。そしたら金を、クラフトしよう。お。金をクラフトする金で。と、ナゲットになるから。これ一つ言っていいですか？はい。どんだけこれ進めたんですか？ダイヤがこんな。ダイヤめっちゃあるでしょ。めっちゃ進んでダイヤめっちゃあるのに俺たち鉄の装備着てるっていうね。る まあ、それはビザ用そに、エンダーマン用に。う。おぼ。持っめった？ちゃある。モーリー。持ったよ。金。金5個しかないけど、足りる？当たる、1個、1個クラフトして。あ、クラフトね。したらナゲットになるでしょ。なった。9個できた。それを、リンゴをそれで囲むんだよ。はい。あ、そういえばどっかでレシピ見たな。作っちゃっていいの？いいよ。できたぞ。あれできないオッケー。よ。あれできないよ。中心にリンゴを置いて、その近海で、くるったなと。なんだっけ、囲んだよ。はい、囲んだよ。狂った。あ、てか、金のリンゴあんじゃん。前拾ったやつだから。あ、そうか。あれ、でもちょっとなんかおかしいな。ちょっと待って。ちょっと俺もやる。あそうれ？だね。金アップゴッデートで。だっけ？リンゴとかもしれないな。いや、金塊だった気がするんですけど。俺も金、あ、でも、積み方が違うのかな。金ゴッドだ。あ、インゴッあ、トインか。ゴットだ。ああ。インゴッドだ。インゴットでこれ戻せないよね。まあ戻いいか。せる。あ、戻戻せせ。ます。ああ、そうか。まあでもまあいいや。余ってるから。そうね。めっちゃ見てんの。どんだけやってんだ、この人たち。よーし。まあ俺がやってんじゃないからね。まあ、モーリー主がやってにる俺。から。最後に来たのが確か自分あれですよね。結構前5だよ、月も10ぐらいじゃなかったかな、前かな。あ、なんか、あ、でしょ。洞窟探検ですよね。そう。確か。リンゴできたぞ。よし、じゃあリンゴ持ってるよね。じゃあ金よりも金1の個リでンゴ持っといし。て。あ、で、持っちょってとる。こっち来て、火薬持ってるよこっね。ち。火薬は持ってない、僕は。火薬もあげたんだよ、今、モーリーに。今、あ、手そにう持っなの。てあ、るのもがらった火薬の。だあ、よ。ほんとほんと、こっ持っちて来て、る。こっち来て。で、ここに弱化のポーション前作ったじゃん、このフラスあ、コ作った作ったね。時はいはい。に。これ1個取っあ、見て。た。お、取っ1個取った。て。で、こっち来て、エンチャントじゃねえ。ポーション施設来て。あ、はい。で、それを下に置いて、上に火薬入れてみて。下に何を置くと今。下に弱化のポーション。ああ、ポーションか。置いて、で、上に火薬ね。火そうす薬。るとスプラッシュ化されるんだよ。スええー、プラッあ、シュ化っていうのは、あ、はいはいはい。投げれるポーションになるのね、それで。爆弾。そうそうそう。で、それを、村人ゾンビに投げて、弱化させて、その弱化してる間に金のリンゴをまた右クリックでね、右クリックで投げれるから、で、弱化のポーション当てた後に、右クリックで村でき人た。ゾンビに金のリンゴを食わすと。なるほどね。できました。そうすると、戻ります、村な人るに。という手順なので、覚えておいてください。ほど。はい。はい。というわけで、そろそろ夜になりそうだね。ちょうどいい感じで。じゃあ、とりあえず、あそこに向かおうか。施設に。とりあえず皆さん頑張りますよ。頑張りましょというわけで、夜になりました。皆様、準備はよろしいですか？湧いてきましたよ、そろそろ。では、おのおの、村人ゾンビ探しに出かけてください。行きましょう。てか、あ、弓矢持ってきたらよかったな。まあいいや。で、見つけたら、見つけたっつって、わかりました。知らせおいて。で。
迷子にならなきゃいけろ。迷子にならなきゃいけろ。多分この辺すっげえ湧くから、多分そんな遠く離れなくていいと思うよ。わかりました。あ、こっちはね。あ、でもこっちいいよな。めっちゃいるこっち。マジで？うん。出てこーい。死なないようにね。あ、多分、まあ、やべえやべえやべえ。俺が死ぬ。単体だったら。俺が死ぬ。馬が多すぎる。ジャングル入ってみようか。あ、ジャングルもいいね。あ、なんかいた。あ、いたけど、あれは。スケルトンに装備つけてる。あ、なんか追われてるけど、それは刺身さんだから。強いぞ、これ。刺身さんじゃないですよ。え、刺身さん？あ、違う。あの、こっちにいただけ。ああ、うん、なんか、スケルトンが、スケルトンがめっちゃ厳重装備、うん。たまにいるよね。しかも落とさないんだよね、奴ら。そうですね。あ、スケルトンがいる。ジェニーがいないな。後ろからスケルトンがいるから、どうやって倒しとこう。え、なんかこれ明るいこの木なんだよ。んこの木なんの木。この木なんの木ってもこれなんか明るい。なんでこれだけこれだけなんだ明るいんだ。あまり僕はロウソク置いとるかもしれない。ああ、サマス置いとるかもしれない。あ、ちょい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 。普通のゾンビには興味ないんですよ。いつか鉄の剣も持ってる。いつなんで鉄剣持ってるぞ。鉄剣。鉄剣懐かしいね。懐かしいな。なんかすっかりあの、絵を描く人に。ああ、確かに。あ、漫画か。パラパラ漫画ね。あ、そうそうそう。確かにね、うん。鉄拳つったらね、あれだもんね。3D アクションだもんね。あ、そうか、そっちか。違うの？いやいや、そうなんだけど。僕今はあの、僕のパラパラ漫画の方が頭に出てたから。あ、マジで。ラグい、ラグい。全然いね。いないっす。普通のゾンビ興味ないんすよ、マジで。あ、スケルトンばっかだな、なんか。よし。あ、ゾンビいたけど普通だ。あ、しかもスケルトンが3体いる。やばい、これやばい。スケルトン3体。よっしゃわ。あ、雲がいこの雲、私に。はい。私を狙っておるな。うん、なったあっちにもゾンビがいるな。どんどん湧いてくるから。まあ、敵倒しでどんどん湧いてくるから。あ、なんだっけ、この、スケルトン、雲の上にスケルトン乗っかってるやつ。スパイダージョッキー？スパイダージョッキー。どれ倒したもう。あ、まだです、まだです。やばいやばい、死ぬ。やばい、強い、こいつ、こいつ、やばい。ジョッキーやべえ。ほんとだほんとだ。やべえ。ちょっと熊対熊対。あ、しちゃった。ほんとだ、すっげえ。初めて見た、俺。え、自分2回目だ、これ。マジで、うん、めっちゃ熊いんじゃん。なんだよ、これ。しかも、あ、やべえ、鉄拳なくなった。あぶねえ。スケルトンもいる。あ、ちょっと2人でいるのか。誰か、剣をください。剣、ある、あー。これ、俺ももうすぐなくなるから無理だ。あ、あるある。こっち来い、こっち来い。あ、来た、ゾンビ。いた。村人。お。発見。どこ？今俺のやった。それ連れてこい。連れてこい。これどっちだ？あれどっちだ？こっちどっちだ？森さん後ろ。大丈夫。援護する。うん。ああ、近い。早い。援護する。しゃー、倒した。あ、雲あった。援護する。動画のためだ。動画のためだ。行け、どんどん行け。こっち。よし。あんまり早く行くとこれ、見逃しちゃうよね、きっと。くる。大丈夫。くる。じゃあ、こんな感じで。で、こっちか。うん。で、そこに入って。入って、とりあえず俺が入っちゃえばいいかな。うん。あれ、そこでおびき寄せて。ここでいいかな。やべ、スケルトンいる。あ、来てますね。来てるね。空いてるよね。じゃあ俺、こっちにもう行くか。あ、来た。あ、落ちた。はい、落ちた。あったけど。はい、落ちた。前には興味ない。よし、OK。OK。俺も拠点に戻る。よっしゃ、来た。よっしゃ、来た。よし、下に降りよう。おぉ。いる。ラビト第1号。いるー。いたわ。ラビト第1号が。どうも。誰開けたの？俺だ。バカ野郎。やばい。これどうしよう。え、これ戻しなくないですか、これ。じゃあ今これでやっちゃいますか、ちょっと。扉、つけるか。いや。バカ野郎。ここの何やってんだよ。ちょっと、モーリー、下がれ、邪魔、下がれ。待って、下がれ。ちょっと、もう、ルンルンも下がれ。わかりました。やばい。ちょっと待って。こっち。わかりました。何やってんだよ。モーリー、頼むぜ、マジで、本当に。あ、こっち来る。モーリー、マジ頼むぜ。あ、そこに柵を。ちょっと、モーリー、邪魔。あ、邪魔。ちょっと、邪魔だからどいて。おやべ、若干イライラしてしまった。まあいや、もうこれで閉じ込めとかいいや。森。いや。これで、まず弱化のポーションを投げて。
薬科のポーションを投げる。うん、もうゾンビでね、当てろよ。ちゃんと当てろよ。ちょっとこの範囲的に当たりそうな気がする。行くよ。範囲的に当たりで、怖い。金のリンゴ開けて、金のリンゴ。金のリンゴ、はい。めちゃくちゃ。そう、オッケーオッケーオッケー。下がれ下がれ下がれ。わーっと当たる。うん、これでいいんだ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 。これでいいんだよ。これでこれ待ってた集中ら、なの？集中。これで5分くらいかかるかもしんない。5分。よし、じゃあちょっとこのままあれだな。見てよ。見てよ。いやー、マジ焦ったわ。開けた瞬間、マジで。開けた瞬間、あ、マジで自分狙って、森狙ってぶっき殺た。してやろうかと思った。しかも、自分今弱体化されてる。マジでぶっ殺してやろうかと思ったよ。Thank you. センキューじゃねえよ、ほんとに。ビビって、マジで。これびっ作っくりたした意味ねえじゃんだって。何やってんだよ。ハプニングがつきものだね。そうだね。おかげで笑いが生まれたよ。笑いっていうか、まあ、今日も笑いが生まれたよ。笑いっていうか、怒り。そうだね。大丈夫、気にしないから。そうだね。長いなさすが。あ、そうっす。なるほどね。じゃあ、モーリー、小話を一つ。小話か。小話か。ゾンビっていうと、何を思い出しますか？映画？僕は、あ、いや、僕はね、なんああ、か、やばい、時間がやばいね。アメリカってなんか、スーパーマーケットにゾンビが湧くじゃん。湧くじゃないか。デパートか。おお、はいはいなんはいはい。か、ああいうイメージ湧くんだよね、いつも。何を喋ってるのか全然よくわかんないけど。じゃあ、見届けたいところですが、自分そろそろ落ちまあ、マす。ジで？はい。なんか夢は動いて聞こえる。これ朝になったんだと思う。あ、そじゃあ、落ちます。う。はーい。はーい、お疲お疲れ様れー。です。ありがとう。対する。そうだね、朝だね。カッパ散歩するね。長いね、これ。長いね。でも今戦ってるんで、村人の中に入り込んだゾンビウイルスと、なるほどね。ゾンビのまなるほだどね。こうね、消えてなかった村人の心が戦ってるんだ今。あれだ、バイオハーブは。そういえば、ゾンビってことは、あいつも直せるの？ゾンビピッグマン。直せないよ。何になるんだよ。何になそう。直るんせなだいよ。よ。豚になるのかよ。ピッグマン。 豚と人に分かれんの？あ、そういうことか、あれ。ピックマンになるの、ピックマン。なってもしょうがないな。 いや、こう、わかんないけど、正しいピックマンになるのかな、俺。正しいピックマン。いないわそからん。んなの。アイアンゴレムみたいな、守ってくるやつかな、とかね。なるほど。お、来た！ああ、治った。来治った。ー！村人さん。これ、ヤシか何かかな？そうだね。ほあ、わ、ほわ。革細工師だって。あ、革細工か。革細工。あ、革細工か。が？来たよあ、ほんとだ。ー。毛利革来た細工だ。よおぉ。ー。来たよついに、ー。ついに来たムラよコが、ー。村人来たよー。ついに無駄にこの革細工が使えるようになったか。でも革細工はいくら革やっても革なんですよ。かなあ。一あ、緒でじもゃない。革のズボンとかだね。全くいらないね。いらないね。そっち出れないよ、村人さん。ああ。よし、オッ一人目ケー。が。はい、というわけで、はい。あと村一人目。人治療、完了いたしました。これ、うまく村人さんと移りたい。こっちか。村ビートさん。あれ、うまく村人が入んない。入んないね、上に行っちゃったから。だからね。ちょっと下がれば降りてくんじゃない？そうか。ちょっとこっち側に行ってみ、恥ずかしがってんのかな？ちょっとこっち側に来てみるとか。言う。一回。チラ？チラ？チラ？ ダメだね。来ないね。来ないね。まあいいか。あ、来た来あ、た来た来た来た。来た来た来た。今のうちだ。おら、おら、埋めてやれ。おらっしゃ。あ、そういうこと、そっちの見るか。あ、でかすぎて、映らん。あ、来た来た、映ったけど、ちょっと映らん。こんな感じか。あ、はい、入った入った。はい、というわけで。
村人治療成功いたしました。成功しました。ルンルンは最後までね、見届けられませんでしたが、はい、次はね、これを村に運んでいきたいと思います。はい、という第わけ1で号。今回はね、第1号ですね。仲良くしましょう。はい、というわけで今回は村人治療編この辺で終わりにしたいと思います。はい、それでは皆様、さようなら。さよなら。あ、ホテル。